こんにちは、スーパーノボのゴンスです。今日はですね、ちょっと皆さんにリクエストを、まあリクエストっていうか、ちょっとコメント募集をしていただきたいなって思いまして、以前 LINE ライブと、そして一番初めのユースムの更新の動画の中で、まあ韓国の講座をやろうって、やりたいなっていう話をしてて、まあずっといろんなこと考えていて、そして実際にその日本で売られているその韓国の本を、韓国語教室の本も買って、まあいろいろちょっと読んでみて、まあ自分でいろいろ研究をしてるところなんですが、皆さんに韓国語の勉強をしながら、ちょっと苦労したところとか、これはどうしてもなんかわかんないなっていうところがもしありましたら、その、この YouTube の動画のコメント欄だったり、僕の SNS の、まあ、アメブロ、そして Twitter、インスタ、どっちでもいいので、その、ちょっと、KTube アイデアっていうハッシュタグとともに、その皆さんが勉強したい韓国語をちょっと募集したいと思います。それの中で僕が、まあ、いろんな意見を皆さんにいただいて、また自分で勉強して、皆さんにいろいろ教えていきたいなって思うし、もちろん自分でもまた、いろいろ考えて、なんか、普段本には載ってない、実際に、韓国人がよく使ってる言葉だったり、文章だったり、単語だったり、そして、今流行ってる、若者の皆さんの言葉だったり、まあ僕、実はちょっと苦手なんですけど、そんなになんかそういう言葉、まあ、ちょっとまだまだ自分若いのに、ちょっと、わかんないです、そこは。でも、ちょっとそれも、いろいろ、勉強して、はい。だから、今回の YouTube での韓国語講座は、皆さんに勉強させるだけじゃなくて、自分も、ちょっと、最近流行ってる韓国の言葉だったり、ちょっと自分にも勉強ができる時間になると思います。それでは皆さん、たくさんのコメントをぜひ SNS でお願いします。そしたらこれからまた YouTube でのいろんな企画、またまた楽しみにしてください。